こんばんは、小杉でーす。宇佐さん、15周年おめでとうございます。おめでとうございます。いつもお世話になってまして、我々小杉ってプログレッシブロックをやるバンドなんですけれども、はい、聞いてください、ちゃんと。いや、ごめん、時間をしてるんで考えてください。いや、もう始まってます、始まってます、始まってます。
新曲って5年ぶりぐらいじゃないの？5年ぶりぐらいですね。なんか新しい曲に挑戦するんだよね。パクリやるね。パクリです。はい、パクリしかしない。まあでも長かったね。長かったジャパンツアーも今日で終わりなんですね。はい、ちょっともうその最後なんですけど、なんとまた新曲を作っちゃいました。ですね、まあ、この新曲ね、今日の15周年のために作った新曲なんですよね。で、結構ね、キャッチで分かりやすい曲なんで、みんなぜひサビをね、みんなで歌ってほしいなと思うんですよね。で、サビはですね、イザヨイ堂15周年イザヨイ堂15周年と、ね、そういうサビが出てきます。結構キャッチーなね、曲作ったんで、おそらくみんな聴いてもらったらすぐ分かると思うんで、ぜひそのね、サビの部分だったらイザヨイ堂15周年歌ってほしいなっていうふうに思います。はい、じゃあちょっと最後の曲ですね、新曲です、聴いてください。Thank you.